元神記念堂大民寺は、中華人民共和国チャンス省幼州市、高句にある仏教寺院。大民寺は、隋の忍術元年に創建された。署名は、政令堂。ことわざさんに湧く、中国の優秀特赦。等の天保元年、日本へ仏法や戒律を伝えた構想を岩が住職となっていた。改正3年。 大火で旧層の精霊塔が消失した。北層の喜び歴年間、陽州地衆となった、王陽治が、平山堂を建立した。民の万歴年間、陽州淵福礼衆は寺院を再建した。数帝十二年、焦げ御師、陽稚都市砂尾は寺院を再建した。真の建竜三十年、建竜帝から、宝器お寺の額を賜った。皆、 豊か三年太平天国の乱の河岸で、寺は全焼した。同治九年、塩運士片春おとがいは寺院を再建した。民国四年、住職像、商船と、帝貞義が資金を募り全面住立てし、1947年に落成した。1949年により後、地元政府は寺院を修復する。1957年8月、 チャンス省人民政府は当時をチャンス省文物単位に認定した。1958年、チャンス省人民政府は当時をチャンス省保護単位に認定した。文化大革命の時、公衛兵により、胎児病などの宗教施設が徹底的に破壊された。1980年、大民寺と解消。1983年、中華人民共和国国務院は仏寺を、 漢族地区仏教全国重点人員に認定した。2005年6月5日、釈生文の呼びかけで台湾仏教産文教基金会が50004万元を寄付して鑑人図書館を建造2007年5月18日に落成した。2006年5月25日、中華人民共和国国務院は当時を第六非全国重点文物保護単位に認定した。 2014年4月21日、福田康夫元首相は、チャンス賞幼州市の大民寺、岩神記念堂を訪れ、新伝神と記号し、その賞を大民寺に送った。ありがとうございます。